釣りはね、今日よくよく考えたら台風来るんだよ。で、雨降ってきちゃったから戻ってきた。釣りできないね。この状況だと。釣り無理だよ。あれ？ 俺青山の車にビニール袋入れてきたかもしんない。釣りの道具忘れてきたかな。あ、釣りの道具、あれだわ、青山に言わないと。そうだ、サリウスウェア買ってくれたんだ。あ、そうなんだ。お、いいじゃん。似合うかな。着てみよう。テルがカリウスウェア買ってくれたから。ライター。せっかくだから着よう。おいはどつ、つっちいらっしゃい。お、いいね、いいね。おお、沖縄っぽくなったね、急に。素材、こんな感じなんだ、かりゆしウェアって。ポロシャツみたいな感じか。沖縄っぽいね。かりゆしウェアって言うんだって。そう、テルがね、プレゼントしてくれた。テルのは白いやつなんだ。ああ、何？俺の肌がってこと？サクッとおろさんいらっしゃい。似合う？ありがとう。テルが買ってくれた。かっこいいね。結構。襟もピッとしてて。パツパツかな？そう。結構余裕あるけど。パツパツかな？チャンピー優しいよ、昔から。パツパツ、そう。花火ありがとう。特命係長ありがとう。パツパツかな。花火ありがとう。テルいいやつだよね。口数少ないけどテル優しいよ。俺が買ったのはこれ。ポロシャツ。俺が買ったポロシャツこれ。めっちゃ沖縄っぽいよね。なんかさ、これ着た瞬間になんか沖縄っぽくなったよね。沖縄の人っぽくなった。服って大事だね。なんか現地の人っぽくな、見えない。現地の人っぽく。似合います。ありがとう。沖縄いつまでいるかわかんない。どんどん染まってくね。色も濃くなってきたしね。涼しい、すごく素材が。これいいや。ありがとう。床松さん？なんて読むんだろう。つねまつさんか。つねまつさんありがとう。洗濯物とかもやんない。これ臭いかな。まだいける。全然臭くない。いける。これ、これいける。台風ね、明日とかもう来てんでしょ。台風来てるよ。てるてるてんてん。
高いけど、ミンサーとか、紅型のシンプルなやつも。ミンサーっていうのがあるの？ミンサー？いくらぐらい？デザインかっこよかったら、別に、いいものは普通に買いたい。ミンサーっていうの？ミンサー。ミンサーって検索すれば出てくるかな。ミンサー。ミンサーじゃ出てこないね。なんて検索したら出てくるの？髪の毛切りたいんだよね。髪の毛切りたい。明日の宿決まってないよ。明日の宿決まってない。髪の毛はもうそろそろ切らないとな。ボッサボサだよ。ミンサー織り？ミンサー織り。あ、ミンサー織り。インサーオリ。ああ、かっこいい。なにこれ。インサーオリかっこいいわ。インサーオリのやつ欲しいな、ちょっと。かっこいい。デザインが竜。かっこいいな、これ。インサーオリ。あ、かっこいいな。いいね。バカありがとう。ありがとうございます。地声だよ。慢性鼻炎で鼻呼吸ができない。俺は。子供の頃から鼻詰まりみたいな声でしょ。まあ鼻が詰まってるのは詰まってるんだけど。だけど、病気で子供の頃から。実況？台風実況？もう全然、機材壊れるから嫌だけどね。機材が壊れないなら全然実況したいけど。ピン型って言うんだ。へぇ。なんか俺、自分の声すげえコンプレックスなんだけど、最近女の人が和道の声すごい好きだよって言ってくれる。ミンサー織りのジンベエとかかっこいいね。どこで売ってんだろう、そういうの。工芸品とかすごい好きだからさ。いや、こんな突発的に台風いきなり来るんだね、沖縄って。あ、そうなんだ。ありがとう。ただね、い行が言えない。しとか、ちとか、いとか、しとね、ちが発音できない。それは子供の頃からコンプレックス。し、いができない。強制したいんだけどね。あとつ、よしさんいらっしゃい。あ、本当に？野鳥、屋久島来たんだ。いいね。みんな沖縄来んのかな？沖縄なんか来なさそうじゃない？同棲？何の話？何同棲って。ここあれだよ。水木ちゃん沖縄だよ。え、何同棲って。股関節硬いよ。前に全然いかない。関節めちゃめちゃ硬い。ここまでしかいかない、ほら。だから捨て頃からゆっくり、来年の捨て頃に向けてほぐしてんの。体硬いんだよ、ほら。沖縄行く言ってた。でも屋久島は沖縄だと思ってる。
あー、っていうか、リスナーさんでもみんなそれ思ってる人いっぱいいるんだよね。ヒカルくんは、いや、屋久島だよって言ってんのに、俺ら沖縄だよって言っても、なんかあんまピンとこないらしい。うん。同性、あ、共生。要は、発音の共生。うん。要は、いとかしとかを言えるようになりたい。ちとか。なんか、なんだろうね。なんか昔の東京の人はそれが発音できなかったらしいんだけど、よくね、古いおじいちゃんとかに江戸っ子なのって言われる。発音できないのがあるんだよね。あ、ホホメンだったのか。あ、ホホメンいらっしゃい。そうそうそう、昼のことを知るとかさ、そう、昔の江戸っ子ね、なんだお前江戸っ子かって、いや違いますって、矯正はしんどくて聞くからやめた方がいい、へえ、いやでもなんかいじられるの嫌だから、子供の頃からコンプレックスだから、なんか普通に喋ってる時に笑われたりとか嫌じゃそう、結構ドレさんとかが結構悪意で真似するけど、ああいいね、女の子のハスキーボイスすごい可愛いと思う、セクシーだよね、俺好きだよ、ガラガラ声の女の人、俺の知り合いに、超ハスキーボイスの、のぞみっていう女の子いるから。体硬えな。飲んじゃう。のぞみ、彼女ののんちゃんは、元カノののんちゃんは、甘い声してるよ、子供みたいな声だよ、のぞみでしょ、のぞ、あれだよ俺、カズマさんとのぞみさん兄弟の喋りもすごいんだよ。普段早口だと思ってるじゃん、放送の時。違うんだよ、あれ。ゆっくり喋ってくれてんの。もう、のぞみと、鮫島和真さんの会話すごくて、なんとかだろ？なんだ、ちげえ！お前これだろ？みたいな。トン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 、うるさい！だからうるさい！うるさい！うるさい！とか、すごい早い。本当に何言ってるかわかんない。二人の兄弟の会話は。本当にやばい。のぞみ全然面白いよね。好きではないけど。
のんちゃんはね、ちょっと聞き取りづらいよね。やばいな、眠いな。めちゃめちゃ眠い。多動性障害頂上血栓って何？ゆっくりするよ。まったりゆっくりする。いいよ、質問。どうぞ。バーガープレゼントありがとう。ブロリ。ブロリーバーガーありがとコメント見づれえな。バッキーの野人は最後どうなる？ピクル？ピクルってこと？ピクルの話？ピクルかな？足はどんなですか？怪我してましたよね。足も完治した。もう大丈夫だと思う。真っ黒になってたけど、もう全然俺は2週間で歩けるようになった。ピクルは、宮本武蔵と戦うために、武蔵は刀を帯刀して、で、ピクルは、水も食料も絶って6日間飲まず食わずで、で、1週間目に戦うんだけど、ボロ負け。で、走って逃げた。切られたけど。で、宮本武蔵の肩を食ったのかな？肩を食って、で、今走って逃げてるから生きてるよ。で、その後、元部が助けたんだよね。元部が代わりに選手として出た。解放いらっしゃい。30万の人に騙されてた。あ、そうなんだ。電波くるくる？嘘。大丈夫でしょう。キャスバーに向かってんの。何、騙されたって何かあったの？解放。何、どう騙された？え、付き合うって言ってなかった。あ、かずみちゃんはどっち？お願いがある。お願いはしないでください。お願いは無理です。 何お願いって。約束は守れない約束はしませんよ、僕は。聞くだけだったら聞くけど。
なんで？早めに寝る。あ、じゃあまあ10時ぐらい寝ようか。10時か10時半には寝るよ。うん。お腹ちょっとぼっこりしてきたね。捨て頃から2週間は運動できなかったし、まだ1回もトレーニングしてないからもうデブったよ。あんなに体絞ったのに。今腹こんな感じかな。腹こんな感じ。で、でも来年の捨て頃には67キロで出るから、65キロか、相当痩せてると思うよ。今から13キロぐらい減量するから。13キロぐらいだね。相当体重を落とすよ。13キロ落とすから、めちゃめちゃシャープだと思うよ。ストレッチ気持ちいい。伸びるわ、足が。ここが伸びてる。はい、砲撃よしから〇〇の奴隷とかに名前を変えて現れた。あ、そうなんだ。沖縄まあ楽しいよ。うん、楽しいね。沖縄料理何が、ホテルのフレンチトーストが一番うまかったかな。あとチンスコ、何食ったっけな。さっきのステーキ、あとあれだな、悲しいことにレッドロブスターが一番うまかったな。レッドロブスターが一番うまいっていう。花火ありがとう、アホホメン。これで家でも買いな。あ、足りない、足りない。あ、ほめ。あと1万発欲しい。あと1万発お願い。焼き汁まだ食ってないね。あ、ほめ、花火ありがとね。あと9999発待ってます。今、怒りで震えてんの。まあ、東京に戻ったら、話聞いてやるよ。何があったんだろう。
風船プレゼントありがとう。解放。風船ありがとう。あ、解放、風船ラッシュ。風船まとめてくれ。コメント欄埋まっちゃうからまとめてくれ。まとめてアイテム送ることできるから。風船ラッシュやめてください。風船ラッシュやめてください。コメント欄が見えづらいんで。解放まとめてやり方知ってる？数字ボタン、プラスボタンを押すとまとめて投げられるから。まとめて投げて。ドーンって。風呂っていうか、シャワーあるよ。シャワーとトイレ、和式便所2つと、シャワー。まあ浴槽もあるけど、こっちの人って浴槽に浸からないのね。3000、税込みで3460円かな。3000ちょい。まとめて知らんかった。まとめて今やってごらん。ちょっと風船5個ぐらいまとめてやってみな。練習しよう。解放。民泊ってやつね。民泊。民宿か。飛び込みで見つけた。予約なしで、テレチャンピンとどこ泊まろうって言った時に、あ、見つけたっつって。じゃあここ泊まるわっつって。マジかっつって。飛び込み。リスナーが花火上げるのを経費で落とす方法ありますかね？経費で。個人事業主か社長なのかな？おお、解放、花火ありがとう。よしよし。解放、いい子だよ。リスナーが花火を上げるの経費で。アイテム購入費を経費。何費になるんだろう。個人事業主のリスナーさんとかいるからな。ウェブで決済が残るでしょ。何なんだろう。どういう経費なんだろう。どうすればいいんだろう。あ、アマゾンギフト券とか買えばいいんじゃないの。わかんないけど。アマゾンギフト券で、アマギフで、なんとか費って、交際費、接待費とかで買って、アマギフを。で、そのアマギフで花火投げるとか。お歳暮？ああ、そっか。八丁頭いいな。ああ、そういうことができるのか。ツイキャスのコレコレさんって和道なの？なんでバレたの？そうだよ、俺コレコレだよ。なんでバレた？ 花火ありがとう、解放。いい子だよ、解放。よしよし。お歳暮っていう手があるのか。和道の動画を一応上げて、その報酬を花火っていうか振り込むの。一応あげて、その報酬は花火っていうか振り込むのはそうだと。いや、別に、おいぽん、俺の動画やりたいんだったら、俺のツイッターとか URL、ふわっちの URL 貼ってくれんなら、全然職人さんやってくれたら嬉しいけど。花火ありがとね、解放。なんで振られたんだろう。騙されたってなんだろう。みんな言ってる？いつ来るのかなって。こんばんは。キングハナハナコさん、こんばんは。今、沖縄でストレッチなんですね。太ももを伸ばしてます。体どうした？いや、ストレッチしてんの。捨て頃に向けて。体は柔らかくしようと思って。
太もも伸ばしてる。別にどうもしてないよ。よいしょ、こっちか。この辺かな。ふわっちで騙されることってある。ネットの世界なんかだ、なんか騙す人いっぱいいるよ。私入院しながらも本当に真剣に考えてた。30万くれるって言った人は会った人なの？会ったことあんの？太ったよ。見る体。だって運動しないで食いまくってるもん。足吸ったんじゃなくて、捨て頃に向けてストレッチしての体硬いから。もう腹ブヨンブヨンだよ。アオリングいらっしゃい。変な入院で会えなかった。急な入院で。会ったこともないのに。ダメだよ、解放。会ったこともない人と付き合うとかやめた方がいいよ。結婚するとか。会ったこともない人がお金くれるとかも信じない方がいいよ。本当に金持ちの人は花火とか普通にくれるし、振り込んでくれるし、言葉でそういう風に人を釣ろうとしないから。面白かったよーっつって花火ポーンってくれるもん。あと頑張れよーっつって普通に振り込んでくれるよ。だから何々したら振り込むよとかいうのはね、全部嘘だから信じない方がいいよ。いや、結構ムキムキだよ。今、ちょっと太ったけど、多分5、6キロ太ったけど、結構体太くなったよ。そこに脂肪がドカンって乗ってるだけだよ。腕もだいぶ太くなったよ、ほら。何々したらとかね、お金あげたら何してくれんのとかね、どうでもいいから。そういうね、リスナーはいらない。結局捨て頃では猫パンチだったけどね。本番では猫パンチだったけど。ありがとう、ましろさん。ましろさん、ありがとう。日焼けはね、ここまでしかしてない。黒い T シャツ着てたから。ハートありがとう。すごいね。トコトコさんいらっしゃい。痛くはないよ。UV カットちゃんとやってるから。痛くはない。足は臭くないかな。
全然臭くないよ。キックボクシング始めたんだ。面白いよね、格闘技。焼けたとこ、熱くのはなってないかな。ただちょっとね、皮膚弱いから、あんまり焼くの良くないんだけど。それでもだいぶ真っ黒になってる方だよ。俺真っ白だもん、普段。もう10年ぶりぐらいに焼いたよ。怒りで震えてたけど、お腹太鼓見てたらちょっと和んだ。じゃあ、解放にやってあげる。解放、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 振られた。解放、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 30万を騙された。みんなの解放、おじいさんも解放、おお解放、騙された。解放、解放。選曲はいいでしょ。腹太鼓あるよ。解放不は血騙される。みんなの解放釣り釣られる。雑談生主コラボで閲覧稼ぐのだ。ハートありがとう。30万って不発塾。何それ。わかんない。ああ、いらっしゃい。特命さん、どうも。お礼に花火ありがとう。ごめん。ちょっと時間だから。メッカの方角に向かって、ちょっとお辞儀させて。みんな覚えといて。こうだから。こうだから。わかる？こうだから。こうだから。わかる？こうだからね。こう。これができないの。わかる？うまい人はこうだから。こう。こうだから。そう、平泳ぎ。つかなくなってんな。硬くなってんな。花火ありがとう。解放ありがとう。風船373発の使い方教えてや。うなちゃんマンに4時間枠でずーっと一発ずつ撃つっていうのどう？ 1秒ごとに、こう、ずーっと。373秒うなちゃんの放送を潰すことができるから。おい、やめろよ。おい。風船はいらねえからよ、って。それがいい使い方だな。ゆっくり風船投げ続けるって。うなちゃんマン知らないの。
うなちゃんマン知らないとかね、あれだよ。ダメだよ。あんなに面白い人知らないの。今すぐ青りんご、うなちゃんマン、筑前煮で検索しよう。うなちゃんマンスペース筑前煮。で、それふわっちで一番最初に起こった神回って言われてるから。うなちゃんマンスペース、うなでもいいよ。うなスペース筑前煮って YouTube で検索してみてきな。ダイエットじゃないよ。ふわっちとツイキャス両方やってるよ。YouTube で見てきな。10分ぐらいの動画があるから。にゃーバカありがとう。おやすみ。YouTube で、うな、スペース、筑前煮って検索したら、腹抱えて笑うよ。乳輪でかくてウケる。乳輪がでかいんじゃないんだよね。乳輪でかいかな。乳首がね、なんか、乳頭がすごいね、肥大してるんだよね。ガキの頃から。だから体育祭とかすごい嫌だった。水泳とか。コンプレックス。俺だから乳首とか別にオナニーでいじってるわけじゃないのよ。むしろ乳首敏感だから触らないでっていうタイプだから。やめて、乳首舐めないで。っていうタイプなのに。変な性癖じゃないからね。今から見てきて、うな。うな、筑前にね。うなだよ、うな。うなぎじゃないよ。生まれつきだから。これは。はい、まだつーたっつん。アイス。いや、何も始まんないけど。首鍛えてた。いや、きついんだよ、これ。便所太郎さんに首鍛える方法を教えてもらったの。そうなんだよね。俺ね、ガキの頃から、ここの胸板が異常に熱いの。太ってるのもあるんだけど、骨自体がすごい熱いの。あばらも太いし。骨が太いんだよね。ルリーいらっしゃい。ルリ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 リスナールリ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 リスナールリ。ありがとう。あんま面白くない。マジで。そうだよね。これ今は別に冗談抜きで普通のトレーニングだよね、これ。普通に、総合の人とかやる。
全然やれるね。いや、グラグラだからトレーニングしてんでしょ。腹筋は俺永遠とできるよ。腹筋は永遠とできます。で、花火一発につき腹筋5回やります。花火一発につき、もう永遠とできるから。永遠とできる。余裕です。これ結構危険ですよね。俺もゆっくりやってる。いや、また解放遊ぼう。あんま騙されたこととか忘れな。どうでもいいよ。楽しい人と一緒にいな。ああ。腹筋だけは超強いから。腹筋背筋。ただ腕立てが全然できない。腕立てが一回もできない。腕筋はないから。腕たるみすぎ？キモい。腕たるんでるか？腕たるんでるか？俺。胸？ああ。胸筋はないかも。腕じゃない、胸か。あ、柔らかい筋肉。ドレさんとかも柔らかい筋肉してるよ。硬い筋肉、あのね、カチカチの筋肉ってダメなんだよ。普段は女の子みたいに柔らかくて力入れる、バネになる筋肉が一番いい。本当にドレさんとかムッキムキなのに柔らかいよ。女みたいな。そう、ストレッチとかでほぐしてるから。あ、俺、座禅もやるんだよ。
ただいま。ギャランドゥだよ。全身もぞもぞだよ。ロータスいらっしゃい。へえ。あ、筋肉。俺、相撲取りだったね。かっこいいな。寺尾とかさ。昔のウルフとか。寺尾とかウルフとか好きだね。乳輪の毛はマーライオンみたいになってる。俺の乳首。マジでライオン。俺の乳首でみんなライドン。ひょうひょひょう。寺尾かっこいいよね。それこそ寺尾さんも丸メガネじゃん。子供の頃抱っこしてもらったよ。俺のおじさん、あの相撲取りだったのね。お相撲さんだったから。眉間の間とへその下、7個あるうちの、尾低骨の下にあるのがムーラダーラチャクラって言うんだよね。で、その次にここ、タンデンっていう。タンデンね。そう、ムーラダーラチャクラ、2、3、4、5、6、第6チャクラかな。だからそう、ここに、第3の目っていう。最後、ここね。7番目。だから格闘家とか丹田とか気をここに練るよね。はあって、いやもう解放のマッサージはいいや。解放にマッサージ受けるときはもう2万3万っていうギャラをもらわないと嫌だ。金もらわないと解放のマッサージは受けたくないわ。空中浮遊できるよ。朝原がやってたやつでしょ。あれか、結構簡単な原理なんだよ。その結果ふざができないかんな。半下ふざでいい。これでこうやってやるじゃん。でどうやってやんだっけな。でこう反動つけて飛ぶだけなんだよ。で、もっと高く飛べんの練習してる人は、その一瞬を写真撮る。ちょっとしか浮かなかったけど。俺コロコロじゃないから。みーちごめんね、俺コロコロじゃないから。簡単にできるよ。ていうか、ヨガのやり方にあるの。さっき言ったこの尾低骨のムーラダーラチャクラを刺激するためにぴょんぴょん飛ぶの。こうやってやって、こうやって刺激するの。ヨガの種類にあるの。それで最終的にはこうバイン、バインって飛ぶの。で、要は簡単に言うとね、前立腺を刺激しちゃう。要はね、ヨガとか言ってるけど、あれオナニーだから。前立腺オナニーだから。
そうなんだ。筋肉溶かすんだ。電波悪い？いや、電波いいけど。電波悪くないね。ん？はい、こんばんは、ボンズ。うん、体ほぐしてた。暑い。焼けたね、結構ね。くるくるで見えない？嘘？え？みんな見えてるけど。電波いいよ。普通に見えるはずだけど。フレームアウトないもん。疲れたからっていうかね、来年の捨て頃に向けて少しでも体柔らかくしようと思って。暇があったらね、体、柔らかくする。運動。でも不思議とね、肩こりがなくなったんだよね。背頃トレーニング始めてから。筋肉が柔らかくなってきた。使わないと筋肉硬くなる。血行が良くなってきた。うん。あいよ。おやすみ、ミュール。俺もうちょっとしたら寝るわ。もうちょっとしたら寝ようね。水泳俺めちゃめちゃ得意だよ、うん、バタフライはどうだよ。バタフライはどう。フォームめちゃめちゃ綺麗だよ俺。まだ帰ってきてないよ。8時半でいいや。8時半。結構良くなったね、だいぶ。よろしく。うん。俺、耳からね、
耳から入れて吐く。お、口角。耳からだな。耳から。耳から。耳から。あ、カズハスありがとう。のんちゃんさ、あれができるんだよ。この足をここに引っ掛けられんの。のんちゃんがね、ここの足をここに引っ掛けんだよ。両方足を。で、なんか、足引っ掛けたまま、なんかゴローンってなってて。帰ってきたらびっくりするの。うわぁ、なんかいると。花火上がったら腹筋5回やるよ。永遠とやるよ。花火が上がったら5回。永遠とやり続けますね。ただ花火が止まった瞬間に俺は解放されるから寝るよ。やるよ。一発につき5回ね。うん。やりますよ。100発上がったら500回やりますよ。1000発上がったら、100発上がったら500回。1000発上がったら5000回やりますよ。5000回やりきりますよ。1000発上がったら。うん。約束しますよ。無限にできるから、腹筋。無限にできます。お、10回じゃないよ。一発につき5回ね。一発につき5回。花火ありがとう。あ、ありがとう。一体ありがとうございます。解放解放解放、花火を2発ありがとう。解放解放解放、花火を2発ありがとう。そうだよ、腹筋無限にできるから。風船の中ありがとう、こうちゃん。アッコさん、こんばんは。うん。かっこよさでできてるから。イケメン。
花見ありがとう。0.5 秒でね、予算かと見落とされた。嘘。特命係長ありがとう。いらっしゃい。ありがとう。本格的にトレーニングしよう。花火ありがとう。あれ？そうだ、これ前のやつか。はい、本格的なトレーニング終わり。疲れた。寝よう。寝よう寝よう。疲れた。前々から思ってたんだけどさ、なんで女の子ってさ、バックするときこうなるの？なんでバックでセックスするときさ、こうなるの？こうなるの？なんでこうならないの？これいつも思ってるんだよね、俺。なんでこうならないの？あざつ。背中丸まんのやめてほしいんだけど。まあよ。お尻を突き出すっていうよりも、俺が言ってるのは、もっとこう、目標のような、この、お尻を突き出すんだよ、この反り。なんつうんだろう、
わかる？わかりる？わかる？こうならないでほしい。カエルじゃないんだから。もっと、もっと、もっとこう、こう、こ腰をこう。わかりる？うん。わかんないかな。大事なんだけど。お尻を突き出すんじゃないの？腰のライン、腰の美しさ。あ、フォローありがとうございます。セクシーポーズでお願いします。女子力を上げたセクシーポーズでいきましょう。めっちゃセクシーでいきましょう。ぬこさん、暑いな。和道さんの喜ぶポーズでいきます。いいね、その行きますっていうのが、あの行くって感じでいいね。うん、おやすみ。おやすみ。
うん、